クルークは旅行に関するアクティビティ、現地ツアーのオンライン予約を扱うウェブサイト及びアプリ。香港に本社を置くクルークトラベルテクノロジー、リミテッドが運営し、アジアの都市を中心に世界各地域でサービスを提供している。モルガン・スタンレーでアナリストを務めていた、モーリシャス・カ教のエリック・ノック・ファート、シティグループでホテルや不動産業界への投資業務を行っていた。 台湾出身のイーサンリンは2013年に共にネパールを旅行中現地ツアー申し込みの際に経験した不便から旅先のアクティビティをオンラインで予約でき事前決済を可能とするビジネスモデルでの企業を決意ソフトウェアエンジニアのバーニー・シオンと共に2014年9月に会社を設立した香港本社のほか、台北オフィスを開設また新鮮に 技術センターを設けた。東京で開催されたウィットジャパン2015のスタートアップピッチで優勝するなど早くから注目を集め、2015年6月、転線と系列のベンチャーキャピタルであるウェリット、キャピタルから150万ドルを調達、続いて10月、アメリカのベンチャーキャピタルであるマトリックスパートナーズから500万ドルを調達し、またこの時点でアゴダーの創設メンバーの一人を、 取締役会に加えてアゴーダとのパートナーシップ関係を開始した。調達した資金によって東南アジアへの事業拡大を行い、バンコクやシンガポールにオフィスを開設した。2017年3月、セコイアキャピタルから3000万ドルを、続いて10月、ゴールドマンサックスから6000万ドルを調達した。2018年にはニューヨークやロンドンなど、 アジア太平洋以外への地域への参入に着手2019年4月ソフトバンクビジョンファンドの主導する投資ラウンドで4億2500万ドルを調達した日本語ウェブサイトは2019年4月に開設された日本法人クルークトラベルテクノロジー合同会社は2017年11月に設立され日本政府観光局との共同プロモーションを行うなど 法日外国人旅行を対象とするサービスの拡充を行っている。東京と大阪市にオフィスを持つ。航空券と宿泊以外のすべての体験サービスを予約可能とするコンセプトのもと、現地オプショナルツアーや観光スポットのチケット、鉄道やバスの割引チケット、レストラン等飲食店の予約、Wi-Fi や SIM カードの提供などのサービスが行われている。 中国高速鉄道及び台湾高速鉄道の予約も可能となっている。ツアーに関しては日本語や英語ガイドの有無、キャンセルの条件について事前に確認することができ、口コミによるレビュー評価を行うことができる。ありがとうございます。